もう昨日ですけど発表されましたねはい、はい、スーパーライジン3、うん、ああ、はいね、ということでまさかの平本蓮 VS 朝倉未来が決定しました普通に見たいカードですやっぱりうんうんで僕ちょっと記者会見もあのちょっと全部じゃないですけど ちょっと見ましたけど。あ、ちょっと、はいはい。それを言うならば、はい。あれさ、なんかさ、なんていうのその、雷神がさ、うん、記者会見をやる前にさ、はい、もうさ、なんか、俺、ジムに、うんうん。いたんだけど、うんうん、はい。みんなさ、うん。何ってたら、映像出てますよ、みたいなことを言ってたの。あ、そうなんうん。あの、なんか、そう。 あな,んかね、なんでさそういういのって情報が漏れるんだろうやっぱね、うん、もうこの時代はもう絶対身内の誰かが決まった瞬間に、うん、奥さんとかに言って、うん、奥さんが弟に言ってとかその弟が会社で言ってとかで広がっていっちゃうんですよ、ね、私失点の余のよ状態そう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 ,そうなるほどね絶対言うなよっていう一言が流れていくわけですよ<笑><笑> いやだからさ、うん、ねえもうさ、うん、原さんとかからしてみればさふざけんなよじゃん、うん、そうなのねそうやねでもまあそれも込みで話題にしていってる可能性もありますけどねまあでもあの、うん、やっぱ注目されますよねそゃねうんまあ平本蓮も言ってたねなんか。 もうどっちが強いとかじゃなくて、うんうん、もう今回もう負けたら、その、引退やと。俺はもう朝倉三来選手に負けたら引退します。え、あ、そうなんだ。うん、朝倉選手も,もう平本に負けたら引退します、言うて。じゃあ引退マッチなのな引退マッチじゃない。へえ。ー。で、あ、じゃ必ずドロー、ドローはないもんね。あるのかな もう判定がつくんじゃないですかだから絶対<ー>、うん、だからそれだったらどっちかは引退しちゃうってことだそうやねうんだから平本蓮選手はだってさごめん、うん、だって蓮の目標ってさ、うん、朝倉未来選手じゃなくてさ、うん、UFC のチャンピオンだったよねだから朝倉あじゃあじゃあ,じゃあ平本選手は負けても多分引退しないんじゃないですか だって今引退するって言ったじゃん。いや言ってるけど。ああそういうことね。僕は撤回ああそうだよね。いや別に俺は撤回してもいいと思う。でもその時はだってもう引退やという感じなんか朝倉未来選手にどうしても俺がベルトを巻いてあげたいと。うん。うん だから、うん、今回の試合は負けた方がベルト巻くっていうのをどうですかって言ってたよそ <laughs> なんなんそ,それ <laughs> って言ってたよ記者会見で本当にうん負けた方がベルト榊原さんって社長とか言って、ま、今回の試合は負けた方がベルト巻くってどうですかって何なんだそれ本当に <laughs> 価値がねえじゃねえかそのベルトに <laughs> って言ってた同じこと榊原 <laughs> さんが <laughs> <laughs> まあでもなんか考えますって言ってた いちゃうのかよ、榊原さんも考えてだから買った方になんか、うん、そのまあもちろん強いものがベルト巻くんだけどそれだけじゃない2人だからみたいな、うん、なんかちょっとごいインンフルエンサー2人だもんね。そう。うん、言ってたけどね、うんうん、まあなんかせっかくこうやって喋りだしたんで、うん、やっぱり勝敗予想もまあ素人ながらにちょっと僕は言いたいなと思ってるんですがあそうやっぱり俺は,俺は絶対言いたくない 僕はじゃ言いますね、うん、はい平本蓮選手は勝つと思います何でまあやっぱりその打撃打撃スタンドでスタンドですね<ー>やっぱりその朝倉選手もまあ総合格闘技の中ではまああのストライカーだと思うんで、うん、まああのとはいえやっぱヤーマン選手とのあの まあもちろんあの KO があるんで、同じ鉄は踏みたくないぞということで、寝技でやっぱなんとか活路を見出そうとするんですが、それは平本選手ももうそういうマインでやろうなっていうのを読むと思うんですよ。なるほど。だから、寝、来た時に対しての膝とか、こう合わせる。 ことをもう想定しての練習が始まるから、うん、どう考えても朝倉選手の方がれ、あの、こう、分析しにくいんかなと思う。平本選手の方がもう戦うといからなんか立場的にちょっとなんかあの、優位に立ってる気はしますよね、なんか。なるほどね。うん。その前回の負けがやっぱこびりついてると思うんですよ。 ヤーーマン戦のだプレッシャーが半端ないと思うんですよねそれはそうだろうねうん、うん、それはそうだろうねで同じく打撃で勝ってる平本選手ヤーマンにえ、ね、判定でしょあ判定やけどねうん、うん、えとまあ一応勝ったわけじゃないですかうんうん、うん、もちろんもちろん、うん、だからその平本選手と打撃で勝負はしたあかんよね ってそうなのうんもう。もう素人ですよ、僕。はっきり言って、みんなより。うん。この辺、このチャンネル見てる誰よりも素人の意見なんですけど。<laughs> はい。あ、そうなんだ。うん。だから、うん、まあ、平本選手なんかな。あと、モチベーションですよ、ね、格闘技に対しての。うん。だって、別に、朝倉選手は、平本選手とやるためにやってきたわけじゃないじゃないですか。 確かにうん、でも平本選手は朝倉未来選手っていう目標は絶対にあ,あると思うんですよ自分のストーリーの中にだからどっちの方がこの戦いに対してモチベーション高いんかっつっても平本選手やからそうなのた多分ねそそれは俺はそうは俺う思わないだから俺は平本選手が心身ともにモチベーション高く。 行くんちゃうかな思ってます俺は分からない。分かんない。うん、展開は分からん展開は、うん、あの、俺、展開はね、な、俺なりに、うん、えっ、ー、と、あのー、打撃戦になるけれど、うん、そこまでお互い行かないと思うのよ。あまあ、そうやね。うんうん、あのさ、えっ、ー、と、特に、うん、えっ、ー、と、 レン平,、うん、平本選手は、うん、えともうごめんね、あの、レンって言っちゃって、うん、俺、うん、ほら、子供の頃からレンは知ってるから、そうそうね、ずっとレンで呼んでるから、うん、レ,ン,レンは、えっ、ー、と、結構こう、カウンターがすごく上手そうまい、ね。あの、ヤーマン戦も、カウンター狙って、カウンターで行ってましたもんね。うん、それでさ、まっすぐのストレートとか伸びてくる、うんうん、あバーンって感じノ、ノーモーションでバッっていう、うん、そういうストレートがうまい。 からさ、このなんて言うんだろう、朝倉未来選手もだけど、こうさ、手で手をこう、さ、前の手をさ、こっちか、前の手をさ、こういうふうに当ててさ、こう、距離を取る、取る感じじゃん。だからね、それで、あの、蹴りをさ、ーねやるじゃん。だからね、その辺の、こう、お互いの、その、あのさ、ヤーマン選手はさ、 どっちにしてももさうんうんだけどだからミクる選手とレン選手は似てると思うんだよねある意味もうあの噛み合わへんくてちょっとなんか面白くない試合なのだけはなんか言えななんかで腰もお互い強いから意外ともうほんと腰が強いからだからテイクダウンも結構そこまでのあれがないと思うんだよねうん だからねそんなねなんかねうんでそのガガガっていうそのタイミングのフックとかでどちらかが倒れることはあったとしてもだから俺はもし俺が打撃だけでねレンに俺がつくなら蹴りだけ気をつける。俺が うんうん、俺、俺だったら言、うん、言うね。うんうん、で、えっ、ー、と、もし、朝倉未来選手だったら、うん、その飛び込んだ時のガードだけ、うん、しっかりしてねうん、うん、っていうアドバイスをするかな。うん、スピードやったら平本選手の速さ、ね。いそんなことない。うん、その、このね、えっ、ー、と、 ストンっていう、シュンっていう入るスピードは、俺ね、朝倉選手の方が早いと思うあ、そう。このハンド、パンチのハンドスピードとか、そういうのはレンの方が早いかもしれないけど、このなんつうの、ストンっていう、この、ゼロ1 0 0っていうのかな。ゼロ百1 0 0にするスピードは、なんかさ、あの蹴りの軌道多分ね、すっごい見にくいと思う。ああ。うん。 なるほどなるほど。だからみんな当たっちゃうんだと思うんだよねあのキドハイキックとかね。そう。わでもなん、確かにそういうふうに言われたらなんか判定で判定で朝倉ミクルみたいな可能性もなんかあるよな。でもそれそれはちょっとなんか一格闘技ファンとしては一番見たくない。いやいやいや俺はやるならフルラウンド見たいね。そう。うん。 やっぱりフルラウンド楽ししいでょ慶応結なんかさなんかどっちかがさこう倒れてる姿いやもちろんさ俺はね蓮はさ本ん子供の頃から知ってるし映和にも来てくれたこともあるしやっぱり蓮蓮ン応援したいよ蓮のほんと中身も知ってるし蓮のお母さんも知ってるしだからあれ あのー、レンを応援したいしたいけどレンが倒れる姿も見たくない、うん、全然まあでもそっか確かになで朝倉選手もやっぱり一世代やってきてうんもうずるいようなあれだけど、うん、だからいいカードだよねいいカードね絶対、うん、見ちゃうだけどさあ、うん、これがさ 東京ドームじゃないっていうのがびっくりしたね一番、うん、埼,玉埼玉スーパーアリーナなんでしょスーパーアリーナをなんかスタジアムに変えてやるっつってましたね<ー>、うん、東京ドームでもいけるカードだけどね、うん、でも4万人らしいよ、うん、集めんの、うんうん、東京ドームで行ってほしかったなまああとアンダーカードですよね誰が来るんか分かんないですけど予想は まあスーパーライジンってやっぱ世界に向けてやってるんで外人は絶対入ってくると思うんですよ。うん。そういうコンセプトですよね。スーパーライジンってもともとは。堀内選手とか出んのかな出ないかなあワンチャンあるんじゃないですか。やっぱ4万人とか入れよう思ったら。う,ん,、うん、うん。うん。あとはもう外人といえば、まあ、パッキャオか、ああメイウェザーか。 バッキャオとかも下手したらってあるもんねなんか俺どっかにバッキャオ2本来たい2本来たいあんだけさライジンでさ何回か読んでてさまだ上がってないもんねそうねうん。あれ吉成名高は一応オファー来てないですけどねでもあのスーパーライジンする日吉成名高呼んでくれみたいなのは結構書いてましたねはい 梅野くんは出るのかな。ないんじゃないですか。多分。あ、そう。はい。うん、多分ですよ。パッキャオがするとしたら、誰なんかね、安保選手とかなんかね。ああ、ありえるよね。うん。うん。あ、そうだね。安保選手出るね。絶対。多分、ね。なんかね。あとあれじゃないの。篠塚選手とか。辰樹選手とか。ブラックローズ。うん、ブラックローズ。 でもなんか襲撃されれてて倒んじゃないですかい襲撃じゃなでしょあれあそうなのうん分かんないけど7月やったらあれかうそだだってだってだって次の日も飲んでたっていう話マジううそかうんやめてほしいなそういうまあそれは俺もすっげえ心配して実はすごい心配してあの 篠塚君来てる映画にも何回か来てからその時に入った子に「大丈夫?」って送っちゃうぐらいだよねやっぱり心配だったんかあの僕がいつもこのチャンネル見てる人たちもう俺はさ本当にさ何がどこまでがさ冗談でどこまでが冗談じゃなくなっちゃった時代じゃないじゃんもう今。 正直それはでも俺はね本当に認めてないけどけどそういう時代じゃんそれでさそれでさお前そういうことやんじゃねえよって言うとさ「老害が」とかさ叩かれる時代じゃんもうさいや叩かれてもいいんだよの叩く人にさお前に俺の人生変えてもらうたださなて言うんだろうもうさもうなんて言うんだろうもう目の前にいる人に叩かれるのはいいけどさ知らない人に叩かれるの俺ほんと もなのよ俺はもうその逆に入ってけえんからもう知らない人だろでこれでもほらうちらさあの何開示請求したじゃん一回した一回したじゃんその時にさ出てくるやつらってさ全員知らないんだよねそう焦るよねあれうんやし同じやつが5アカウントぐらい持んとかあったねあとあとさ何ね 中学生とかさ、うん、そう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 ね、うんあれほんと焦るわマジでだからほんまにあの、うん、あれやねなんかそのだ金の無駄遣いしたわあれ <laughs> <laughs> そうやな開示制うんまあちょっと話それましたけど、うん、一応僕は平本蓮選手が勝つんじゃないかなとは思いながら、うん、えっと朝倉未来選手の

でもなんか…で、ペーパービューがさ8000の時代になったらさ、うんうん、結構きついだろうねそうやね、うん、けど8000円っつったってさ、うん、ドルでいったら全然でしょそうじゃんだってアメリカ人の時給が5100円とかでしょ最低時給がって考えたらさ、うんうん だって普通の人でも1500万ぐらい稼いでるわけじゃないですか、ね、そう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 そ,うそうあ全然大したことないんですよねだからだから,、うん、だから世界に向けてやるやつだからそんぐらいそうそう出しちゃうんじゃないのあま,あま,あまあまあ確かにう,うん、うん、まあ80001万円とかあるんかな分からんけどもう6500円ぐらいで収めといてほしいですね 1>, 1万円だったら買うなんだかんだ言って買っちゃうだろうね <laughs> いや、会長が勝って、それ見に行くね、俺。一緒に見ようか。そうや、そうやね。そうやね。まあ、まあ、僕はユーネクストにいますよ。あ。その時は。はい。はい。わかりました。皆さん、どっちが勝つかも。もしよければ、コメントで、どんどん参加型で。ね、僕みたいな素人も言ってるぐらいなんで。俺はどっちが勝つかわからない。はい。はい。合ってますんで。はい。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。